ちょうどそのクロスしてるところですね。ここの坂、この谷筋ギリギリを登ってきて、この山松本です。前回の街中ロゲーニングに続きマウンテンバイクを担いで山道の中に入っていきます。今回の奥大井シリーズのレースの映像の中で最もアドベンチャーレース感のある映像撮れてますので、ぜひ楽しみにしていてください。さて、今回の動画をご覧いただくにあたり、ちょっとですね、地図の読み方に触れていきたいと思います。まあ、ネタバレしてしまうと結構山の中でですね、半分遭難みたいな状態になって地図を頼りに進んでいくというような状況になるんですけども、そういう山の中でですね、現在地が分かりにくい時、地図を使ってどうやって現在地を特定していくのかという基本が3つあります。まず1つ目、コンパスと地図の位置を揃える、まあ、それに合わせてコンパスを当てていくというのを整地と言います。その2、等高線から谷と尾根を把握する。でその3ですね、地形と上下を把握したら基本的には尾根に向かって登っていく、この3つが基本になります。まあ、実際コンパスはなんとなくイメージできると思うんですけれども、ちょっと分かりにくい通常の尾根というのと谷というのについて、例えばこんな感じでこう等高線が引っ張られている時っていうのは、ここのピークですね、ここのピークからこのライン、これ結んだのが尾根、逆にここからこういうラインですね、これが尾根なんですけれども、それとは反対にこっちのへこんでるライン、このライン、上のラインが谷というラインになります。その言葉の通りですね。なので頂上から張り出していく方が尾根で、頂上に向かってへこんでいく方というのが谷になります。これは何が重要かというと、基本的に谷というのは水が溜まっていく方向なので、例えば滝になってしまって通行がもうできなくなってしまうような、そういう危険性をはらんでいるのが谷のラインですね。尾根の方が全体的に視野が効くので、遭難しそうな時とか地形を確かめたい時は基本的には尾根に向かっていくというのが原則になります。詳しい地図読みというのはちょっとここの動画では紹介しきれないので、こういった本とかを概要欄の方でおすすめ上げておきますので、ぜひ興味がある方は読んでみてください。さて今回の第5弾ですね、ではいつもと違いセリフがない部分というのもだいぶ残してちょっと編集してみました。山の中を一緒にさまよう気分というのを味わってもらえるかと思うので、ぜひ楽しみにしていてください。まあ、ちょっとですね、途中バッテリー切れで撮れてない部分とかあったりするんですけども、すいません。ということで、エクストリームシリーズ奥大井大会2019年第5回本編です。どうぞ。山の中行ったらすげえ元気出ました。行きますと先押しますか。段差が一人で行けそう。あ、行けない。これちょいちょいこういう、木が結構、林さん余裕、もう帰りたいですね。帰りたい、 OK。このとこ絶対歩く用の道だわざとそういうところにして、あいつらきついだろうなって、奥さんにそうだよ。うわ、落ちる、大丈夫。あー、危ねー。持ち上げ、なんとか動ける。はいはい、今ちょっと確認しようか。1、よっしゃ、これルート合ってるか。あ、でもちょうど今これ、あれ、このマークって何でしたっけ。電波塔、送電線さ、登山道噛んでるとこ。あ、オッケー、ここが送電線、ここが噛んでるとこだね。なるほど。
送電線と並行しているでしょ、さっきあの途中から。あ、そうです。ああ、じゃあ今そこにいるってこと。今ちょうどそのクロスしてるところですね。あ、なるほど。その15の先行って、でずっとまっすぐ行って、あ、16、19。だから16、19までこれが続きます。なるほど。狂気。とりあえずまあ15までが行けば。フロント10ぐらいのギアで後ろが40、50ギアぐらいだったら理論上は登れます。理論上は歩いた方が早い。関西上かな、そっち。まあどっちでも合流できればいいけど、ここは通れます。はい、で問題は実践の登山道がそろそろなはずなんだけど不安だなっていう不安ですね。まあ、悩んでも時間はあるんで、どれ進みます。登山道まだまっすぐだからいいのか。まだそこまで行ってんの。あれ、あの尾根かな。あれさん、あと10分頑張ったら普通の登山道に合流できると信じていこう。今回の CP15 までの道のり、あまりレース中は不安な感じというのは出してなかったんですが、実はリーダー的にはもう現在地特定できなくてすげえ焦ってました。道迷いした大きな原因、だいたい3つぐらいですね。その1、もう普段の移動スピードとの時間感覚と距離感覚がズレが大きかったので距離が把握しきれなかった。その2、送電線とのクロスの地点が実は認識と大きくずれていた。その3、登山道に入ってしばらく別チームが前にいたため厳密にちゃんと地図をですね確認できていなかった。これ順番に説明すると、まず1つ目ですね、普段のスピード感覚とのズレが大きすぎて距離が把握しきれてなかった。松本なんだかんだ言ってですね、一人の時それなりスピードが速いんですよ。ところが今回自転車を持っての移動だったことと、林がもう死にかけだったために予想以上にスピードが出ていなかったためにですね、体感時間と移動距離が全く合ってなかったんですね。で心の中ではもう尾根にぶつかってもいいのにっていう不安とか、そういうのがもうすごい大きかった記憶があります。まあ、2つ目とは実は大きなミスの原因の出たもう3つ目ですね。レース中 GPS の使用というのは禁止なんですが、ログの記録自体は OK なので、後で GPS ログ見て確認したんですが、初めに送電線とクロスして曲がったと思われるこの地点、実際には地図上ではさらにもう一個奥の送電線とぶつかったところだったんですね。で本当はどこで曲がるべきだったのかなっていうと、映像で見るとこの場所、ここに道しるべが映っています。前のチームもいた関係で完全に油断して見落としていたんですが、多分距離感的にですね、本来はここで右に折れるべきだったみたい。もちろんそもそも踏み跡が薄い登山道なので、まあ、ここで曲がったとしてこの点線の登山道が生きているかというのは全く不明なんですけど、まあ、少なくとも地図とのズレというか違和感というのは、一つ目の送電線とクロスしたところを見落としたというのが大きな原因でした。ということで改めて当時の頭の中は、この丸の中のどこかにいるというかなり不安な状況でした。まあ、ここからどうリカバリーしていくかというのがレースの鍵になっていきますね。でこの後も松本は現在地特定のために一人で周囲を散策します。アドベンチャーレースのルール上では 50m 以上離れなければ一応こういったことも OK です。ところがポンコツリーダーはここでカメラのバッテリーが切れていることに気づかないままでですね、実はこの後映像がちょっと途切れちゃってます。もったいないということで、映像は探索から戻ってきたところからスタートです。ここでのリーダーの決断は、一度稜線まで登って現在地を確認するでした。では続きをどうぞ。ゆっくり行きましょう。
松本さん前の方がいいですか。の方がいいですかね。最悪一人で上まで上げて、うん、手伝いながら上げる感じです。ここはもう、もう痛い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 。言って稜線まではすぐだったので、はい、そこは大丈夫です。これ尾根ライン、尾根筋ですね、もう。だけどどうやって上がるかな。そこまっすぐ行って緩やかに尾根に合流した方が楽ですかね。ちょっとこれ直通嫌ですよね。でもあそこの見えてる線あるじゃないですか、あの斜面、あれも尾根なんですよ。って考えたらもうここまっすぐ行って尾根ぶつかった方がいいような気がする。もうちょっとまっすぐ行ったら平らになります。こっち来なく、曲がんなくても大丈夫。普通に考えればこの尾根登っていけばクリアですかね。はい、でここ巡視路、中部電力の。この広根のピークにテックポイント15あることになってるんですよ。この先が広根になってるんですね。だいぶここ広根じゃないですか、こう。で、地図と今ここの坂、この谷筋ギリギリを登ってきて、うんうんうん、この分かります、この稜線にぶつかってるんですね。あー、なるほど。だから下がることは多分ない、向こうにピークはないと考えていいとは思います。なのただ向こうに上がっていくしかないんですよ、そうすると、はい、先ほどの解説の続きです。現在地がだいぶ不安になっていたリーダーの決断、一度稜線まで上がって現在地を確認する、稜線イコール初めの地図の説明の尾根のラインの部分ですね。でそこまで一回上がってしまって稜線自体にピークを目指そうという作戦でした。まあね、稜線まで上がるのが結構大変だったんですが、実際にはこの稜線にバッチリぶつかり、ピークがある方向はこっちという風にですね、方向を絞り込むところまでできましたので、あとはもう歩くだけ。一人で山登りしているとこういう状況っていうのは時々あるにはあるんですけども、今回は自転車を持ってたっていうことですね。他のメンバーの安全や残りの体力も考えなきゃいけないっていうプレッシャーでですね、マジで気が気ではなかったです。しかも実際はこれ映像の印象よりもだいぶやぶの濃い山なんですね。で、クモの巣とかもたくさんあってですね、どう考えても最近人が入ってないんだろうなという山の中でした。もうほんと稜線に上がるまではずっと不安でしたね。それでは無事 CP15 までたどり着けるのでしょうか。続きをどうぞ。これだけ行きますか。この巡視路通ります、広いし。
で、尾根近くなったら切り返す感じ。林さんごめんね、変なルート取って。よっしゃ、あーやっと登山道だ。でもこれ誰も通ってないのがやだな。やっぱあっちだよね、どう見ても。あ、これやばい。尾根上がった方がいいっす。崩れてます、普通に。ただどっちにしろここも人は通ってない。不安。降りることになってるんですけど、うんうん、これ巡視路だから降りることになってるだけですよね、多分。多分、うん、降りたらでもどっかにぶつかる、ぶつかるんですかね。そもそも俺らが抜けたい道って巡視路が降りてる方向じゃないんですよ。登山道かな。登山道だ。あったくさい。よっしゃ。ここが何？ここが実践道じゃないですか。どこ、どこ、場所的にはどこですか？まさにこれ、この黒、黒い道だ、この実線。え、これ林道なんですよ。さっきもあの実線のところ舗装されてる場合多かったんで。じゃあその15はだから全然下か全然上に全然道別の道があって、ここに合流するっていうルートがあったんですよね。よし、15あれだと思う。電線ですけど、あの電線は曲がらずまっすぐが正解で、でもあっちだと巡視線だったんでやっぱり違うと思うんですよね。ここか。あ、なんか電線。こっからだったら間に合うかもね。電波塔っぽいのがあるけど。あった。おっしゃ。疲れたわ、クソが。ああ、曲がる場所を間違えたのかじゃあ。早すぎたか。わかんないけど。あ、すいません、ちょっと取ってください。はい、林道、登山林道自体間違えたのか。登山道か。登山道の入り口自体はあれは合ってるけど、あれは合ったけど、結局あそこ不鮮明なんで、もう何とも言えないですね。ですね。4695、はあ、よかった。でも4535、あと25分でいけるか。ダッシュダッシュ、下り、下り入れますね、はい、これ上のやつどう引っ掛けてるだけ。あ、引っ掛けてたわけ、はい、OK。 あとはこの林道降りていくだけだよ。一回降りてちょっと登ってまた登っていくと
チェックポイント16。ここからずっと上りなんで、それだけ頑張ろう。チェーン落ち、フロントのチェーンを外側に思いっきりして